ロールス・ロイス・モーター・カーズ、ロールス・ロイス・モーター・カーズ、ロールス、ロイス・モーター・カーズは、イギリスの高級自動車メーカーである。BMW が1998年に、イギリス・ウェスト・サセックス州グッドウッドに同社を設立、ビッカースからロールス・ロイスブランドを引き継いで、ロールス・ロイスを製造、販売している。ロールス・ロイス、ロールス、ロイス・リミテッドは、1906年、 イギリス北西部のマンチェスターに設立され、乗用車や航空機用エンジンを製作していたが、1971年に経営破綻し、国有化された。1973年、ロールスロイス社の内自動車部門、ロールスロイス、及びベントレーブランドの乗用車の生産のみが、分離され、同国の工業メーカー、ビッカースに売却された。この再度民営化された会社が、 ロールス・ロイス・モーターズ、ロールス、ロイス・モーターズであり、1992年からは、ドイツの BMW との提携を開始、同社からロールス・ロイス・シルバー・セラフに搭載する V 型12、気筒エンジンやベントレー・アルナージに搭載する V8、エンジンの供給を受けるなどしていた。1998年、ビッカースは、ロールス・ロイス・モーターズの売却を決定。 売却先としてはそれまでの経緯から BMW が最有力とされた。同年4月、3億4、レイポンドで BMW への売却成立が報じられたが、翌5月、同じくドイツのフォルクスワーゲンが4億3、レイポンドの買収額を提示、同6月5日、同社による買収が決定した。ところが、ロールスロイス、自動車部門の売却時には、同じく、 ロールスロイスを起源とする航空機用エンジンメーカーであるロールスロイスホールディングスがロールスロイスのブランドや企業ロゴマークなどの権利を保持するとの役場があった。その当時ドイツに合弁会社 BMW ロールスロイスを設立するなど BMW とのジョイントベンチャーを行っていたロールスロイスホールディングスはフォルクスワーゲンではなく BMW に それらの権利を譲渡することを決定。ロールスロイスのブランドとロゴマークは、4、レイポンドでビッカースから BMW に譲渡された。BMW との航空機エンジンの合弁事業は、後に、ロールスロイスホールディングスの会社で、ア、ロールスロイスドイツになった。結果として、ロールスロイスの本社と、工場等の固定資産、ロールスロイスの企業マスコットである、スピリット・オブ・エクスタシー、 大型で縦格子の入ったフロントグリルの衣装券、さらにベントレイブランドはフォルクスワーゲンの所有となる。その一方でロールスロイスのブランドやロゴマークを使用できるのは BMW であるというねじれが生じ、両者もに完全なロールスロイスの乗用車を生産、販売することができない状態となった。また BMW は12ヶ月の猶予をもってロールスロイス、 ベントレー向けエンジンの供給を停止すること可能であった。ここで BMW とフォルクスワーゲンは以下のような合意に達した。一つは、1998年から2002年まで、BMW はフォルクスワーゲンによるロールスロイスのブランド仕様を認めるとともに、BMW 製エンジンの供給を続ける。もう一つは、2003年1月1日から、ロールスロイスを生産。 販売する権利は BMW が所有するというものであった。2003年1月 BMW はロールスロイスのブランドで乗用車を製造、販売することが可能となり、ここにロールスロイスモーターカーズ社をイギリス南部ウェストサセックス州グッドウッドに設立した。このかつての本拠地マンチェスターとは異なる拠点が示すように、 旧ロールスロイスモータースが有していた生産設備、従業員、私的財産などの一切はフォルクスワーゲンの所有のままであり、BMW には異常されていない。従って、現在のロールスロイスモーターカーズは、ブランドと採用されている衣装こそ、ロールスロイスの伝統を受け継いでいるものの、実態は BMW による全く新規の自動車会社となっている。 2003年から新開発者ファントムの生産、販売を開始した。2003年10月に発表された新型ファントムは、デザインモチーフを往年のシルバークラウドから取り、スピリット・オブ・エクスタシーを頂きにした、パルテノン神殿風のラジエーターグリルを引き続き、用いた。その後、ファントムシリーズの最大の市場は、アメリカ合衆国であり、中でもロサンゼルス地区での販売が突出した。 ついで、イギリス、中華人民共和国の順であった、2006年。2003年から、ファントムの生産に始まり、ファントムエクステンディットホイールベース、ファントムドロップヘッドクーペ、ファントムクーペの販売を行った。2006年12月、イアン・ロバートソン会長兼 CEO は、中華人民共和国が日本を追い越し、ロールスロイスにとって、 アジア最大の市場となったことを発表した。2009年のジュネーブモーターショーでコンセプトカーの 200EX を公開し、後にロールスロイスゴーストの名が与えられた。1978年までに3357台販売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。